それでは、泥棒の強盗劇をやっていきます。このミッションはトラックを盗んで指定の場所に運ぶ、シミオンのミッションに近い感じになってますが、敵の武器が強く、少々厄介なミッションとなります。正門から攻めると敵の攻撃が強く、なかなか進めないので、ミッションの開始地点からの東口から攻略した方が、相手にする数が少なく済むので、比較的楽にトラックを盗めると思います。ミッション開始位置は個人車両が外に出ていると、プレイヤーの場所が開始位置になりますが、個人車両が出ていないとミッションごとの開始位置になるので、わざと車に乗らずに外に出てミッションを受ければ開始位置にワープします。個人車両を出してナビに従ったルートでの映像を流します。ナビからだとこのように正門から入ることになるのですが、正門ということもあり、敵の攻撃が激しいです。この兵を使って攻撃をしのいでいきますが、それでもきついです。武器も連射系が多いので、攻撃が当たるとガンガン体力が減っていきます。ということで、このコンテナ置き場から攻めていくと相手にする敵が少ないので、比較的簡単にミッションを進めることができると思います。それではしのぎを開始します。ここから侵入するとトラック兵一直線に進めますし、すべての敵を相手にすることなくトラックを奪えるのでおすすめです。敵はこちらにやってくることはあまりないので、ある程度敵を倒したら前に進んでまた敵の対応をする、というのを繰り返して徐々にトラックまで距離を詰めます。目星い敵を倒せたので前に進みます。ただ奥には敵がたくさんいるので慎重に進みます。敵は攻撃こそ激しいですが、体力は低いので一人を相手にすれば簡単に倒せる相手だと思います。あの白色のトラックが盗む対象です。ここの敵はある一定数減ると補充されてしまうので、頃合いを見てトラックに乗り込みましょう。とはいえ無限脇ではないみたいなので、安全に進みたい方は殲滅してもいいと思います。追っ手の数もそこそこ多いので、トラックを奪った時の追っ手も考えて、トラックを盗めそうなら敵がいても盗んじゃった方が良いと思います。そろそろトラックを奪いましょう。トラックを盗むと追っ手がヘリコプター1機に、車が10台の20人やってくるので、先に進まずに、遮蔽物の多いコンテナ置き場内で戦った方が安心です。車は1台ずつの出現なので、数こそ多いですが、落ち着いて対処していけばソロプレイでもなんとかなると思います。機銃手を倒せたので、ヘリからを攻撃は大丈夫かな？どこ行くねん。ヘリって指定位置に行く設定だったっけ？おいこっちだぞ。
やってくる追っ手の対応をしましょうか。撃たれてましたし。なんか前プレイした時と動きが違うけどいいや、追っ手を相手にします。さて、20人を相手にしていきますよ、と。車に乗っている間はフロントガラスの端を撃っていると割と相手に当たります。降りてもこちらが攻撃していればドアの裏に隠れるため、ドアのガラスの下あたりを撃っていれば倒せることが多いです。やばい、後ろからも車がやってきた。遠距離で倒せたのは大きいですぞ。よし、しのいだ。これで追っ手は全て倒せました。回収作業は倍速。じゃあ、トラックを運転しますか。配送は倍速します。なんかヘリが着陸してますね。何してんだ、そんなところで。ヘリもこれで無力化できたので、進みましょう。なんか、ミッション中での敵が飛行するヘリの動きがおかしいんですよね。ちゃんと飛行してくれなかったり、攻撃せずに旋回し続けてるだけとか。クリアする側にとっては嬉しいんですけど、見てるとホラーみたいでちょっと怖いんですよね。しのぎ完了です。お疲れ様でした。以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴していただけると嬉しいです。